こんにちは、シェア畑サインアドバイザーの三平です。本日は初心者でも簡単にできる、スナップエンドウの苗の植え付け方を紹介していきたいと思います。本来スナップエンドウっていうのは11月に種をまいて、だいたい4月から5月に収穫していただくものになるんですけど、こういったもう最初から苗になっている状態だと12月からでも植え付けが可能になってます。4月から5月に収穫をしていきます。用意するものはこちらになります。まず先ほど紹介した苗とこちらプランターです。横にスリットっていうものがついているものになりまして、すごくおすすめなプランターになってます。あと受け皿になります。はい、こちらバイオド軽い土っていう商品名になってます。こちらおすすめです。最後にこちらリング支柱ですね。これはスナップエンドウが大きくなってきてつるを巻きつけてあげる支柱になってます。で、今回植え付けていただくスナップエンドウの苗なんですけど、実は以前紹介させていただいたスナップエンドウの種の植え付け方と、ほとんど一緒になりますので、もし気になる方いればですね、そちらの種の方の動画も、見てください。それでは早速植え付けやっていきましょう。土を入れていきます。プランターから、8割ぐらいですね、上から2センチぐらいのとこまで入れてください。全部入れ終わったら軽くトントン叩くと全体に土が行き渡ります。はい、それでは実際にスナップエンドウの方を植え付けていきたいと思います。スナップエンドウのポットの高さと同じだけの穴を開けていきたいと思います。で、こうやってちょっと試しに入れながら、だいたい高さが合ってるか、だいたいこれくらいですね、地面のプランターの高さとポットの高さが同じになりました。植え付けるときは苗の地際をですね、こういった形で片手で挟んでいただいて、こういうふうに逆さまにすると苗の根鉢が出ますので、これをそのままこんな形で置いて、掘り上げた土を周りから寄せて、で最後ちょっと中心を軽く押さえていただければ植え付けの方が完了になります。春になるとまたつるが伸びてきますので、こういったリング支柱ですね、こういうものを立ててつるが巻きつくようにしてあげます。で、いずれ春になってつるが伸びてくると、こういったところの段につるが絡まっていきますので、こういうふうに大きくなったら栽培していただきます。植え付けが完了したら次にお水をあげていきます。こうたっぷりとあげていただいて、地面の穴からですね、プランターの底から滴るぐらいお水をたっぷりとあげていきます。こういった感じで今地面から水が出てきてます。これくらいたっぷりとお水をあげてください。最後に管理について紹介させていただきます。今の時期に植え付けをしたらですね、冬の間はほとんど成長しないので、管理としては土が乾いたらお水をあげていただく程度で大丈夫です。このまま冬を越していただいて、春先の2月から3月にかけて肥料をですねあげていただくんですけど、種類としてはホームセンターとかで売ってる有機肥料でもいいですし、油かすとか鶏粉なんかを、1株に対してですね 5g ぐらいパラパラとこの株の周りに撒いていただくだけで大丈夫です。で、そうしますと4月から5月ぐらいに花が咲いてスナップエンドウがどんどん収穫できます。以上がスナップエンドウのプランター栽培の方法になります。ちなみにこれ個人的なお話になってしまうんですけど、収穫したての鮮度がいいスナップエンドウ、すごく甘みがあるので、僕はそのままさっと炒めて胡椒を振って食べたりとかですね、簡単に料理したりしてもすごく美味しいです。もちろん生でかじっても全然美味しいので、ぜひ皆さんも栽培挑戦してみてください。以上、シェア畑サインアドバイザーの三平でした。チャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いします。またね。